全ての奇跡はここから始まった。特設ステージです。今こちらでですね、動きがありました。実はこの広場ですね、車両が進入することはできないんですが、今入ってきたんですよ。トラックが入ってきました。はい、通常はですね、車が入ること、あ、今ですね、見えました。やはりセロですね、セロの絵が書いてあります。そして黒い文字でセロと英語で書かれております。そのセロの顔を何か指で隠すようにして、おっと、今パネルが上がりまして、ウィングが上がっていきます。中は暗幕、いや中に人が立っていますね。これセロでしょうか。一体積みには何なのかと思いまして、セロの登場です。ついにやってまいりました。我々の前に姿を現した魔術界の貴公子セロであります。横浜港の潮の香りがピタリと止んだその瞬間、現れたるは魔術師のセロであります。甘いマスクにすらりと伸びた長い足、見るものを吸い込むような神秘的な宝石のようだと言われるその瞳を、今日はサングラスの奥に隠しての登場であります。漆黒の上下に身を包み、我々を魔法の世界へと誘うために、セロは今静かにこのステージへとやってまいりました。そしてその両脇をですね、卑怯な男性2人が囲んでおります。さあセロが登場しました。今ちょっとお話をお伺いしようと思ったんですが、すでにちょっと待ってください。早速ですね、もうなんかセロが何が見えるようです。私たち入ってきてセロが何をするのか聞いていません。ここで待っていて、おっとセロが消えた、セロが消えました。セロが今タワーの上に立っています。セロがタワーの上に立っています。一体どういうことなんでしょうか。一瞬のことでタイムが当てに取られました。はっきり取られました。布が飛んでいき、ここからの水平距離は20メートルあります。高さは7メートルから8メートル。夢のような現実が今まさに衝撃的に幕を開けました。登場とともに想像を絶する奇跡を起こしたセロ、さらに信じられない奇跡が続く。